斉藤のレンタルアベニュー。この時間はリトル東京ホンダプラザデンタルクリニックコスタメサザ・ロフトデンタルスタジオの提供でお送りします。今日もこの時間がやってきました。ドクター伊藤のデンタルアベニューです。今日も私コスタメサにありますロフトデンタルスタジオにお邪魔しています。ご紹介しましょう。伊藤浩一先生です。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さあ、質問ですね、お読みしましょう。今日もなんか、はい、たくさんいただいてるみたいで。そうなんですよ。ありがとうございます。ありがとうございます、はい、ラジオネームユミリンさんからいきます。先日 Facebook のスタジオ映像生配信見ました。これ TCS の Facebook ですね。何番組かこのスタジオ生放送中の映像が流れてるんですね。新海さんの歯の白さが映像でもすぐに分かりました。そうらしいんですよ。新海さんだって相当白くしましたから、はい、ですよね、はい、以前伊藤先生がおっしゃっていたルミ忘れましたについてもう一度詳しく教えてくださいというふうにいただいております、はい、そう、おかげさまでね、今日はいいんですよ。あ、よかったですね。あの、はい、写真撮ったりしても、はい、くっきり歯が映るんですね、これ。だからたまに夜の写真なんかだと、はい、歯だけ浮くぐらいこうね、うん、でもあのせっかくやるんならっていうところで、ね、でもね、あのなんか、うん、今日はあの新海さん髪型もちょっと変えて、はい、髪切って、はい、ちょっと若々しく。そうなんです。カリフォルニアボーイっていう感じの、 あの、ね、ちょっとイメージチェンジしてますよね。じゃあそこにまたここね、歯がね、はいはい、ちょうどこれぐらいの方がいいかなと思って。なるほど、はい、このユミリンさん、ルミ括弧忘れました、これはルミニアーズのことですね。そうですよね。そうですね、はいはい、私が今この白くなったのは、はい、まずそのルミニアーズ改めて詳しくお話をしていただきたいと思うんですが、これはもうホワイトニングの一つ。まあホワイトニングの一つといえばホワイトニングの一つですね、はい、ただルミニアーズっていうのはいわゆるラミネートベニアっていう治療が以前ありましたけれども、はい、まあ今もあるんですけれども、うん、その一環といいますか、そのまとめて言うと、うん、ラミネートベニアの治療の中の一つに入りますね。でラミネートベニアなんですが、はい、ラミネートベニアっていうのは結構その歯を削らなきゃいけないので、うんうん、デメリットとしてはやっぱりこう染みたりとかね、歯が染みてきたりとか、はい、歯がちょっと外れやすかったりとかね、うん、っていうのは表にだけしかつけてないので、まあそれ以外はねものすごく綺麗になりますし、はい、全然問題はないんですけども、うん、でそのラミネートベニアの中ので極薄のベニアだというふうに思ってもらえればいいと思います。ベニア、通常のラミネートベニアっていうのはですね、はい、厚みがやっぱり1ミリ以上あるんです。結構ありますね。このタイプの、はい、まあ、新海さんが入ってるタイプのベニアっていうのはだいたい 0.2 ミリから 0.3 ミリぐらいの厚みなんですよね。これ全く違和感がね、はい、ないんですよね、うん、まあ、削るっていう表現が適してるかどうかわからないんですけども、はいはい、要は例えばね、はい、今の歯の形ポジションが良ければ 0.2 ミリの厚みのものを入れるわけですから、うん、基本的には 0.2 ミリの厚みを削るんですね、はい、で削るというよりはもうポリッシュするぐらいの、そういうイメージですか、はい、イメージとしてはね、はい、まあそれくらいです。 0.2 ミリの厚みをこう落として、うん、はい、でそこに 0.2 ミリの厚みのものを接着するっていうことですよね。でルミニアーズっていうのはですね、まあ、先ほど強度のことを、ね、はい、新海さんからうん、これって強いんですよねっていうことでおっしゃってましたけど、うん、はい、まあ、素材は今はですねこのタイプのものはセラミックの場合と、うん、それからジルコニウムっていう、はい、この2つのオプションがあるんですけども、はい、基本的にセラミックの場合はですねやっぱり強いって言っても東西ですから、うん、落とすと割れちゃうんですよ。そうですよね、東西ですもんね、落とすと割れるし踏んじゃったら割れちゃいますし、はい、もうその程度のものなんですが、はい、この歯の表面っていうのはですね、硬い硬いエナメル質っていう素材のもので覆われてます、はい、聞いたことありますよね。あります。このルミニアーズの場合は 0.2 ミリあるいは3ミリくらいのものですから、はい、歯を削ったとしても硬いエナメル質が残ってるわけですよね、はい、でその硬いエナメル質に液体セメントを使って装着するんです、はい、そうか、僕がつけていただく時も施していただきましたもんね。そう、そういうですからこう密閉されるんですね、うん、きちっとこう埋まった上で接着をしますので、うんうんうん、ある意味で薄いセラミックがこの歯の硬いエナメル質とこう同化してくれるんですね、はい、
そうするとですね、意外にこれ強度が得られるんですよ。あ、そういうことなんですね。歯は一本一本入りますので、はい、今まで通り、うん、通常にフロスもできますし、そうですね、はい、まあ、基本的には歯の先端部分にこうラップするような感じで、はい、そうですね、入りますので、はい、セラミックがついているところっていうのはプロテクトされてるんですよね。だから虫歯にもなりませんし、このセラミックのこの表面っていうのはですね、顕微鏡とかで見るとガラスとかの表面と同じような感じで、はい、ツルツルなんですよね、うんうんうん、でそうするとステインがつきにくい。そうですよね、ステインがつきにくいし、うんうん、いわゆる歯垢がものすごくつきにくい。でそういったメリットもあります、うん、で10年経っても色が変わらないので、はい、だから新海さん真っ白な色にしましたけど、これ10年後も同じ色でやりますので、はい、もうね、ラジオの前の皆さん真っ白なんです、おかげさまでそうですね、で色 もう何種類も選べて、はい、いろんな色がありまして、そうですよね、自分の好きなこれがいいっていう色を選べますから、うん、はい、新海さんがちょっとね、はい、このカラーを選ばなかったのが不思議なぐらいでしたけどねひょっとしたらチョイスされるかなと思ってたんですけど。あ、そうですか。選ぶ時もね、意外と楽しいんですよ、ゆみりんさんラジオネーム。もう20種類ぐらい、はい、バーってサンプルが鏡の前でね、はい、どれにしようかなって迷われましたよね。でもせっかくやるんならということで、はい、真っ白な、そうです、歯にするのが、でもこれいいと思いますよ。ぜひこれは試してみていただきたいなというふうに思います。そうですね、ぜひ、はい、俊賀さん写真をね、そうビフォーアフター、はい、そろそろ載っけないといけないですね、はい、載っけましょう、はい、ルミニアス本当おすすめですよ。そうだ、本当に早めにこの歯を写真アップしなきゃいけないですね。 Facebook 見てくださってるということなので、はい、はい、ということでゆみりさん、お借りいただいたでしょうか。今日もありがとうございました。ありがとうございました。